皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、夏休みだよ、学校の怪談スペシャル、を、お送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。学校で体験した、聞いた話を語ろう。小学校の頃、うさぎ小屋の掃除当番になって数日、早朝、いつものようにうさぎ小屋へ入ったら、妙に生臭い匂いがした。なんだろうと思いながら、小屋の外に敷いてあるすのこをあげた。血まみれの内臓が、べったりと地面に張り付いていた。その出来事は、カラスの仕業と結論付けられた。私も小学生の頃飼育員で、夏休みに4のようにうさぎ小屋の掃除へ行った。数日前の掃除当番から来てなかったみたいで、相当汚かった。奥の仕切りの中のうさぎが動かないのでほうきでつついてみたら、死んでる。知らない間に子うさぎも生まれてて、何匹か死んでる。川の下でなんかボコボコ動いてる。川もめくれる状態で腹側からめくると、大量のウジ虫が、その子たちはスコップですくい上げ木の下に埋めましたが、片付けを含めて、あの匂いとフラングアイとウジ虫は、相当トラウマです。鹿の首の形の石があったんだが、それが回るって話。実際、人の力じゃ動かないんだけど、次の日見ると違う方向を向いてた。ちなみに我が母校はちびまる子ちゃんの小学校で有名。東京、確かにあったよそれ。ただそんな噂は聞いたことない。俺らの代で、鹿の首にでかい石ぶつけて耳を破壊した奴がいたんだが、それ以降一切回らなくなった。もう20年くらい前なんだけどね。38です。20年前、大先輩じゃないですか。僕のいたのは10年ほど前なので噂も聞かないわけだ。そんな学校の怖い話。というか見た話。ある日投稿したら飼育小屋の周りが騒がしい。なんだろうと思って見てみると、鶏が死んでた。しかも脳みそぶちまけて。当時小学生の自分にはちょっときつかった光景。存在そのものがホラーな我が母校はどうしたら。原爆時に国民学校で生徒が壊滅、限られた空き地&コンクリ建造物ということで、臨時診療&火葬場として稼働したため、どれだけそこで死んだか&埋葬されたかすら不明。校庭も校舎も掘るたびに白骨がゴロゴロで、先生、骨拾ったー。ああそうか、じゃあいつも通り慰霊碑に持っていっとけ、先生が入れとく。的な状況だったんですが、さすがに被爆校舎そのものは建て直したらしいが、あまりに曰くも老朽化もありすぎて、故障。鳩と少年少女の像。四方をコンクリートで囲まれてるんだが、その横から校舎に向かって足跡がついてる。大人のではなく、小さい子が裸足で歩いたような跡。わざとだとしてもその意図がわからない。うちの高校は昔、元処刑場だった。隣が沼で、そこに放り込んでたらしいが、沼はほとんど埋め立てられてる。夜中になるとマリア様やキリスト様の像が動いてるらしい。ホーンテッドマンションのお化け見たく飛んでるらしい。小学生の自分には十分恐怖だったわ。マリア様もキリスト様も決して怖い存在じゃないのに。学校にあった不気味な埴輪の頭をサッカーボールで飛ばした奴がいた。
でもいつの間にか元に戻ってた。未だに謎だ。かくれんぼしてる時に津波が来て生徒が亡くなり、それ以来。って学校もある。四人のお地蔵さん、だったかな、の歌がえらい怖かった。冗談は置いといて、中庭のペガサスの石像の向きが変わる。とか、四階の熊の剥製が夜中動いてる、その証拠に口に血がついてるのを見た。とかあった。こっくりさんやってた女子児童二人が錯乱状態。こっくりさんの頭が爆発した。帰ってくれない。鉛筆が飛んできた。とかわめきながら保健室へ。中学時代に俺の学校でもあった。翌日から、こっくりさんが全面的に禁止になった。それでも、放課後に先生の目を盗んでやってる奴がいたけどな。屋上に登る女の幽霊。ガラス張りの踊り場で外から女が階段を登っていくんだが屋上には出てこない。壁一面に空飛ぶ鳩のレリーフがあるんだけど、なぜか一番下に一羽だけ死んでる鳩が掘られている。噂では卒業前に死んだ子をいたんで掘られたって話。意味がわからないけど怖い。夏休み明け、蛇口から大量のウジ虫が流れ出てきた。赤黒い、多分サビ混じりの水しか出なくなったことならあるな。小学校の校庭に女の子が片手を上げてお日様が眩しいみたいなポーズしてる像があった。んで、何代か前の校長が白蛇を殺してしまい、その像の下に埋めたので呪いがかかり、深夜12時になると、その像が学校の運動場を12周ランニングする。それを見たら呪いで死ぬと恐れられていた。今考えるとグランド12周ってかなりきついよね。深夜、同級生5人と母校、工業高校、に忍び込んだ。懐かしい、旋盤があるぜ。あの頃の俺はこれを使ってたんだよな。なでなで、みたいなことをしていると、ライトを持った人影が近づいてくるのが目に入った。職員室に明かりがついていなかったため、誰もいないと思っていた俺たちはパニックになる。隠れろ。しばらくすると、人の足音が近づいてきた。ひどく一定に保たれていたのを記憶している。一気リーベカメラード、アディアディアディ、何やら得体の知れない歌を歌っていた。夜間灯に照らされたそいつは、黒いロングコートを着た若い男だった。とても鋭い目をしていた。猛禽みたいな感じだ。誰かいると思ったが、誰もいないか。抑揚のかけた低い声が響く。多分、微声だろう。しばらくすると、また一定の歩調で歩み去っていった。俺たちは慌てて退散した。あいつは誰だったんだろう？長文のくせにオチがなくてすまそう。それ、その日宿直だったドイツ人の先生なんじゃ。その後、明るいうちに学校に行ってそんな先生がいるか確かめてみたか。日本人だった。もちろん確認してみた。当時の担任が現役でいるから。会いに行った際に聞いてみたんだ。細身で中世。男性な顔立ちだが、目つきが異常に怖い男いますか？そんな奴はおらん。体育会系とジジイばかりさ。ドイツ語だね。私の愛した戦友、さようなら、さようなら、さようなら。別れ歌かな。大戦中のドイツ軍歌だと思うけど、別れ歌か。寂しそうな印象は受けたけどね。
この前担任が言ってた話。誰もいなかったのに下駄箱が急に倒れたらしい。結構重いから風とかでは倒れない。以前にも下駄箱が勝手にガタガタ揺れてたらしい。小学生の時音楽室の机が授業中に突然、ガタガタガタ、と揺れたことがある。友達には、床か机が傾いてたんじゃない?と言われたけど、音楽室の机は厳密に言えば、机を兼ねた小型のオルガンで、安定感がある上、その時揺れたのは私と隣り合った席の男子生徒の分だけだった。何より音も振動もかなりのものだったのに、何事もなかったかのように授業が進んでいたのが不気味。直接怖い話ではないけど、小学校の音楽室に飾ってあったベートーベンの絵、左目から赤い液体が流れた跡があったなぁ。誰かのいたずらだったのだろうが、さすがに気持ち悪かった。高校は創立者の校長、昭和に亡くなった方が、下校時刻を過ぎても残ってる生徒に、早く帰りなさい、と言って回るって話があった。女子校で遠くから通ってる子も多かったから心配してくれてるのかなぁと、怖いというより守られてる感じがした。校長先生の話は、怖い話、向けだな。亡くなってからも生徒たちを見守り続けてるなんて素晴らしい先生じゃないか、わら。高校2年の夏休み、俺は部活に出ていた。文芸部室はクーラーが効いているのでとても過ごしやすい。昼飯を食べてうとうとしていると、ドアの前に教頭先生が立っていた。あ、こんにちは。俺が挨拶をすると、軽く微笑みながら片手を上げ、そのまま部屋から出て行った。何をしに来たのだろうかと思ったが、家に帰る頃にはそんなことなど忘れてしまう。夏休みが終わり、校長が訓話を始める。その話は、8月14日に教頭先生が病没された、という内容だった。俺が教頭先生に会ったのは、20日あたりだったはず。いろいろと話をした先生だったけど、最後の挨拶に来てくれたのだろうか。ちなみに、教頭先生に会った人は複数いる。危険部の部長は、教頭の後ろ姿を見た、と言っていた。その教頭先生がみんなに慕われていたかどうかはわからないけど、気さくな人柄が読めるね。最後まで学校を気にかけていた感じが切ない。七不思議の一つで、昇降口にある途中までしかない階段の三段目から、三人手をつないで何時何分、忘れた、から飛び降りると、真ん中の人だけ消える。こういう儀式っぽいのはどういう経緯で発生するんだか。ちなみにその階段は本当にあった。大体が学校でかなり発言力のあるやつが話の発端だな。あとは話だけが一人歩きして、広まった頃には全く別物に変化している場合が多い。そんな中でも、ごく稀に実際の出来事としての階段があったりもする。友達の学校の女子トイレに、開かずの扉がある。昔そのトイレ内で自殺があって使えなくしたらしい。多分夜にそのトイレからすすり泣きとか聞こえるんだろうな。自分が行ってた中学の中庭の池に、たまに兵隊さんが立っているらしい。友達のおばさんが見たと言ってた。小学生の3年か4年生の時だったと思う。新校舎の南に旧校舎がある。
新唐宮を窓越しに見ることができる。距離は50メートルくらいかな。ある日、旧校舎に女の子がいる。消えたと思うととんでもないところに瞬時に現れると、大騒ぎになった。授業が始まってもその女の子は旧校舎の中、廊下の側、をあちこち出没していて、騒ぎは収まらず。担任も最初は、授業中に騒ぐな、と怒っていたのだけど、ついにインターホンで職員室に報告。手すきの男子教員がその女の子を追いかけ出した。けれど、捕まりゃしない。右往左往している先生を見て、なんで捕まえられないんだろうと見ていたっけ。まあ、2階にいたのが次に3階の反対側、東側から西側へ、に、動くんだから無理ですね。校長から、何でもないから気にせず授業を受けなさい。先生方はカーテンを閉め、戸締まりをして授業を続けてください、と放送。新校舎にいた私たちは結果がわからなかったけれど、担任に聞いても答えてくれなかったから、捕まらなかったんだろうな。昭和40年代後半、静岡の M 市、N 小学校での話。覚えている人いるかな？無理か。それとほぼ同じことが俺の通ってた小学校でも起きた。俺が当初して、怖い話として本にも載ったよ。場所は福島の軽市にある S 小学校。こちらの場合は近所で事故死した女の子だということで、供養祭をして終わったが、夏休み終わりの9月1日、ある男子の椅子の上に、うんこがしてあった。確か小学1年生ん時だった。嫌がらせにしては、ちょっと考えにくいし、なんせ夏休みには完全に締め切っていたわけで、小学校の頃、給食の時だけ教室に現れる男子がいた。不登校の生徒か、とも思ったけど、名簿にも載ってないし、先生に聞いても、学校の生徒だよ、とそっけない返事。なぜか俺以外は誰もその子の存在を気にしないので、なんか不気味だった。結局彼がなんだかわからないまま俺は卒業。でも、後に知った事実。俺の弟が後に6の6になったんだけど、弟曰く、給食時間だけ変な男子がいる、とのことだった。ちなみに弟は3個下です。何年生徒でいるんだよ。クラスで古い布製のペンケースを持ってるやつがいて、なんかそいつが怒ってペンケース持った状態で手をブンブン振り回してた。次の瞬間窓ガラスにビシッとコンパスが突き刺さって、穴はガム手で塞がれただけで、それを見るたびに突き刺さったコンパスを思い出す。ガラスが砕け散ってた方が恐怖心はなかったと思う。友人2人が給食を運ぶトラックの後ろの扉に捕まって遊んでて、それにうんちゃんが気づかず走り出して、そのまま首都高速に乗って、数キロ先の給食センターに運ばれた。こういうの好きだわ。ちょっとグロいかも。高校生の頃、一月に2、3話の割合で、いつも同じ場所に鳩の死骸が転がっていた。夕方、夜間の警備員さんたち、2人1組、の見回りの時にはなかったし、多分猫の仕業だろうということになって、猫も鳥も入り込まないように外階段全部に目の細かいネットを張った。だけど、やまない。女子校ということもあって、セキュリティはしっかりしてた。夜半誰かが、生徒、教師でも、
忍び込んだということも考えにくい。第一、なんでいつも同じ場所なのかもわからない。一階二階のあたりなら、まだ猫、鳥が入り込むのもわかるけど、校舎は何棟かあるにもかかわらず、死んでいる死体が落ちてるのは、必ず同じ校舎の最上階の教室棟へ通じるドアの前。各階、外階段から教室棟に入るためのガラスのドアがある。放課後は施錠。私の教室はその校舎の最上階にあって、登校時に外階段を登っていくと、ポタポタ上から血が滴った跡が残ってるので、ああ、またか、とか思ったりしてた。そういえば、学校の近所の小さな神社でも、よく首だけがないカラスの死骸が転がってた。仏教系の歴史の長い学校で、変な現象もよく起きたせいで体制がついてたのか、妖怪でもいるんじゃない、と、みんな案外平気で死骸眺めてたけど、個人的には妖怪よりも、人間がやった、と、考える方が怖い。9割ぬこだと思う。というか経験上猫の仕業としか思えん。わら、猫って自分の入れそうな隙間さえあれば、変なところまで入ってくるし、獲物は生首だけ残すよ。うちで飼ってた鳥にはとも首だけ残されて殺された。やったのはマンション1階の住人が飼ってた猫で、自分は2階に住んでた。屋上とか、屋根の隙間に住み着いてて、そこから落ちてきたんじゃないだろうか。通っていた高校の弓道場の話。行った矢が的場に溜まると当然回収しなきゃいけない。その時は誤射を避けるために、取り回す、と、声かけをして、居場の返事があってから的場に出る。ところがある時から、誰もいない的場から、取り回す。の声が、頻繁に聞こえるようになった。その度に稽古が中断させられるので、迷惑ではあったが、回収する方の声なので、誤射する可能性がなかったこともあって、部員は、またか、といった感じで、なんとなくそれを受け入れていた。自称見える人は、川に面した立地条件から、集まってきている古い水死者の霊のいたずらだと言っていたが、声に関する本当の由来やゆえんは誰も知らなかった。少し前の OB 会で、その後どうなったのかと聞いてみたら、まだ声は聞こえているという話だった。小6の時に、非常階段から酔っ払いが転落死したことがあったんだが、七個下の弟が卒業することになると、中学受験に悲観した女子が自殺したことになってた。俺の卒業翌年に弟が入学してるから、タイムラグはないはずなのに、噂って怖いな。俺の母校ではないが、親父が長野県の Y 中学で教員をやっていた時に聞いた話。話を聞いたのが小さい頃だったので、詳細はあんまり覚えてない。ある日の早朝、学校の前の通りで、ドン、って大きな音がした。何事かと言ってみると、人だかりができていて、その学校の音楽教師が惹かれてたんだと。救急車で病院に運ばれたけど、その女性教師は結局助からずに死んでしまった。合唱コンクールだかなんだかが時期的に迫ってきていて、やる気に満ち溢れていた矢先のことだったらしい。それからしばらく経った後、戸締まり確認の役が親父に回ってきたので、校内を巡回して、最後に音楽室のある棟に行った。
音楽室は3階の突き当たりにあるんだけど、2階と3階の階段の踊り場あたりに来たとき、かすかにピアノの音が聞こえてきた。親父は、こんなに暗くなってるのにまだ練習してるのか、頑張ってるなぁ。と感心しつつも、もう戸締まりの時間だから下校させなきゃなと思いつつ階段を登っていった。廊下までたどり着いて気づいたんだけど、なぜか、音楽室の明かりがついてない。夏とは言っても外はもう真っ暗で、明かりがなければまともに鍵盤も見えないはず。なんか嫌な感じがするなぁ、と思ったけれども、生徒が残ってるといけないので、仕方なく音楽室を確認しに行くことに。ドアの前まで来たとき、ピアノの音が止んだ。親父は、意を決して音楽室のドアを開けた。けど、誰もいない。うわーっと思って、戸締まりのことを完全に忘れて、廊下を走り、駆け足で階段を降りた。走ってる最中、頭は混乱してたけど、音楽室の方向からまたピアノの音が聞こえたんだと。ありがちな話だけど、切ないね。自分が体験したわけではないのですが、実際に起きたことです。内容とか出てくる幽霊的なものはものすごくベタです。自分が小学4年生の時、その小学校の中では新校舎と言われている校舎に教室があったんですが、給食の時間の時だったかな？男子がいきなり、男子トイレに女の子がいる、と言って、騒ぎ出したんです。とにかくそのトイレに行ってみたんですが、やっぱり見える子と見えない子がいまして、見える子に聞いてみたところ、赤い着物を着た、5歳くらいの女の子なんだそうです。自分が聞いた男子は学年で一番の優等生で、冗談を言っているところを見たことがなかったので、嘘を言っているようには見えませんでした。その後、先生も数人来たのですが、ほとんどの先生には見えていないようでしたが、一人の先生だけとても青い顔をしていました。今となっては何だったのかわからないんですが、まだ子供だったので不思議でしょうがなかったです。トイレにいたならまさに花子さんだな。5年ほど前に警備員の仕事で夜間の高校を巡回する仕事してた時の話。夜1時を過ぎて校内巡回する時は、2-4 の教室だけは、コースから外すよう先輩に言われた。理由を聞いたら、あれは見ないと説明できないんだと言われて、お茶を濁されたのでわからず。後日うっかり1時30分頃その教室の前を巡回したら、中からすすり泣く声が聞こえた。これが理由だったかと、足早に教室の前を通り過ぎようとしたら、すぐ後ろの耳元に、女の声で、あなたも助けてくれないの、と吐息混じりに囁かれた。ゾーッとして、速攻宿直室に逃げ帰り、布団をかぶって寝た。後日先輩にそのことの話をしたら、お前は賢い選択をした。見ないで済んだんだな、と、ため息混じりに言われた。夜間校内警備員やってると色々な経験するもんだ。何を見ることになったんだろう。気になる。俺は会社帰りに、家近くの高校の横通るんだが、残業で遅くなって、深夜に14時過ぎになって通りかかったら、4階建て校舎の3階窓に何かいるのが見えた。ちょっと油断して気になったもんだから、目を凝らして見てしまってから後悔した。
頭が変な風に欠けてる。目をひんむいた女子高生がこっちを睨んでやがったんだ。うげーって、変な声でちまって、急いで逃げ帰ったよ。帰ってきてから思いを巡らして一つあることを思い出した。家で寝てるとき、だいたい24時頃に、近所からやたら嘔吐するときのようなえずく声が響き渡るんだが、もしかしたら、と思ってしまった。こわわらわら。俺の通ってた都内にある某高校の旧校舎の話をしよう。その校舎は真相はよくわからないが、戦後間もなく軍関係の施設を改装して作られたという話だった。12年前に新校舎が建てられた際、旧校舎は取り壊されることに。その時俺は2年生だったんだが、クラスで旧校舎の思い出を残そうという企画が持ち上がり、クラスの主だった者5人ばかりで許可を取って、写真撮影を敢行した。ついでに調度品などの荷物の搬出もやらされたが、撮影は滞りなく進んだ。それは図書室にあった本棚を搬出した際のことだった。本棚の後ろに錆びついた扉を発見した。合鍵を調べて開けようとしたが、すべてのマスターキーの中にその扉の鍵はなく、仕方なしに、もう取り壊すんだからと、こじ開けることになった。かなり難儀したものの、扉は開いた。中には古びた椅子が一つあるだけで窓も何もない。クラスメイトの一人が、隠し部屋だと興奮して、ライトをつけたら、壁に赤ちゃけた塗料で、五芒星が書いてあるのが見えた。呪文のようなものは書いてなかったが、すすけた壁に書いてあるそれを見た瞬間おじけがしたのを今でも覚えてる。みんなも同じだったようで、急いで逃げるように旧校舎を後にした。未だにあの部屋が何だったのかわからないし、調べようもない。ただ、昔旧日本軍の施設だったという話があっただけだ。その高校もしかして白金台にある。もしそうなら戦中に呪術を駆使して、不死の兵士を作ろうとしてた軍施設があったらしいから、それが元建物かも、ソースはあらまた。ある日給食でコッペパンだったんだが、高橋くんのパンにだけ一つブレーズンが入ってた。あるある。小学生の時うさぎ小屋行ったら、うさぎの首だけ綺麗になくなってる死骸が1匹あったことかな。小屋の裏、車道側の網には人が一人しゃがんで入れるほどの穴。先生は、野犬か、犬連れた人がいたずらでやったんじゃないか。と言ってたが、榊原の事件の後の出来事だっただけに、ちょっと怖かった。小学生の時、学校の体育館の上から吊るされているようなバスケットゴールを下ろそうとしたら、いきなり何かが落ちてきたと思ったら、死ねだとか呪いだとかが書き殴られたキューピー人形だった。入学して以来そのゴールが下ろされていたのは見たことがなかったから、結構昔の人が書いたんだと思う。人形はだいぶ汚れていて黒ずんでいた。高校の時体育祭でペアダンスを踊るイベントの時、あぶれるはずの男女があぶれないで済んだ。クラスの男女比率人数は足りてなかった。なので必ず一人あぶれるはずだったので、保健体育の女先生、通称ハズレ先生が待機していたくらい。不思議に思ってあぶれるはずな生徒に話を聞いてみると、明るいほがらかな女生徒が恥ずかしそうに踊ってくれたと、それが誰だったのか未だにわからずじまい。
土曜の放課後に、隣のクラスでこっくりさんをしていた女性3人組がいたんだが、3人組のうちの1人が突然血相を変えて窓から飛び降りようとした。みんなが止めに入っているところへ先生がやってきて、なんとか飛び降りを阻止。その後平手でビンタ食らって、その子はその場で泣き崩れてた。どうやら理由はこっくりさんで、お前は死ねえ、と出たらしく、それを信じ込んで起こした行動らしい。次の日の全校集会では、こっくりさん禁止令が出た。自分が通ってた工業高校では、高電圧実験室、実習の授業で使う、で、生徒が感電事故で死んだとか自殺したとかって噂が流れてたな。しかも高電圧実験室は、実習棟っていう薄暗い校舎にあったし、不謹慎だけど、食用系の学校に通ってた人はその学校ならではの怖い話ないのかな。あと現代だったら、学校でパソコン実習の時謎のフォルダが急に画面に出てきたとか。俺の通ってた高校の商用科には、電算室って教室があった。そこにでかいソロバンの飾り、幅4メートル高さ2メートル、があったんだが、これの玉が真夜中に全部生首に変わるという噂があったよ。そして生首が動いて、延々ソロバン計算を始めるらしい。上の方にあった夜の学校で見たものの話で思い出したことがあるので書きこ。昔夜遅くに高校のそば通りかかった時、ちょうど警備員の人が巡回してるのが見えた。こんな夜更けに大変だよなーって見てたら、その警備員が誰かおんぶしてるように見えた。って思ってよく見たら、首が変な風に曲がってる女性とだった。うわーやべえもん見ちまったと思って、急いで逃げたよ。夜の学校って薄気味悪いよね。そんな変なもん見たくない。私の通っていた高校では、昔自殺してしまった学生が何人かいた。その中でもとある学生は、図書室のある建物、他にもいくつか校舎がある、の屋上から放課後飛び降りてしまったらしい。そしてそれ以降、その建物の表にある大きな時計が、午後6時を指した時、女の叫ぶような声が聞こえる、影が落下していく姿を見る、という運動部員などが後を絶たなかった。なので学校側は困り果てて、とりあえず時計を外し、同じ場所に時計と同じサイズの校章をつけた。という話を教師から聞いたことがある。建物の近くには不自然に時計のオブジェ、しかも見えづらい、が置かれていたので、信じてしまっている。あとは旧校舎絡みで結構オカルトな噂が多かったな。影が落下していくって怖いなぁ、わら。俺の学校にどんぐりの森っていう場所があるんだが、そこは昼間でも暗くて、しかも気味の悪い像があった。夜中に学校の前を通った時、その像の目から細長くて赤い光がピーッと伸びて、森の奥に消えていた。正直めちゃくちゃ怖かった。しかしあれ以来学校の前を通ってもそれはなかった。像の目にレーザーサイトでも仕込んでたんじゃね。学校の近くに住んでた友人が、いたずらでいろいろ仕込んで幽霊騒ぎを起こしてたのを思い出した。もっとも歴史ある古い学校だったんで、そんないたずらなんかなくても怪談話には困らない学校だったが。そういえば、よく墓場を開拓して学校にしたっていう七不思議があるけど、
案外そういうのってガチだよな。俺の祖父に聞いた話では、この学校の場合は本当だった。恥ずかしい話なんだけど、小6の秋から18歳まで引きこもり状態だったんだ。今でこそ普通に外出できるし、仕事もしてるけど、当時は家族以外の大人が怖くて仕方なかった。そんな引きこもりになったきっかけの話。通ってた小学校は6年が飼育小屋の掃除と餌やりを持ち回りでやることになってたんだけど、みんな面倒くさくて真面目にやらないもんだから、先生が抜き打ちで見に来てたんだよ。で、自分の番が来て、いつもより早い時間に飼育小屋に向かったら、先生がすでに入り口に待機してた。その先生は学校に赴任して2年目の若い女先生だったんだけど、ずんぐりした体型に、陰気臭い雰囲気で、みんなでこっそりネクラブタってひどいあだ名つけてた。そのネクラブタに、おはようございます。って挨拶しても、返事もせずにうつむいてブツブツ言ったまま。気にしないで飼育小屋の鍵開けた途端、ものすごい悪臭で息ができない。慌てて入り口脇の電気のスイッチつけたら、ウサギが壁にずらっと吊るされて、そのお腹から鶏の頭がニョキッと伸びてる。ウサギも鶏も床も壁も真っ赤になってて、とにかく普通の状況じゃない。逃げなきゃ、逃げなきゃ。って思うんだけど、体は動かない。そしたら、早く掃除しなさい。って背後から声かけられた。あ、ネクラブタがいたんだ。助かった。って振り向いたら、先生に両肩つかまれて前後に激しく揺さぶられて、掃除しなさい。掃除しなさい。って絶叫しだして、もう自分大パニックで、先生の絶叫に負けないくらいの悲鳴を上げてた。近所の人か他の先生が来たのかわかんないけど、ネクラブタから引き剥がされても悲鳴上げ続けてた。その後の記憶はちょっと曖昧だけど、毎日校長と担任が謝りに来てくれた。どうもノイローゼになったネクラブタが、夜忍び込んでウサギたちを殺したらしい。その事件だけでも十分トラウマなんだけど、2ヶ月くらいでなんとか立ち直って学校に通い始めてすぐに、学校辞めたネクラブタに逆恨みされて付きまとわれて、外に出られなくなった。親と学校側とネクラブタでかなり揉めたみたいだけど、どうなったかは知らない。トラウマ克服も兼ねて書いてみたけど長いだけで大して怖くないな。すまん。全然大したことなくない。十分トラウマものだよ。おつ。大変だったね。なんだっけ、赤い服の子供が校舎内にいますが、近づかないように。で全校放送した、みたいな話が一番怖かったな。それ投稿したの俺。前に別サイトで投稿したら、そこで企画された市販の怖いもの本にも載ったよ。あの体験はまだに真相が謎。普段冷静沈着な先生が筆頭に淡くってたので、集団ヒステリーとも違うと思う。俺が小学5年の時体験したことでな。給食後の昼休み、いきなり校内放送で、校内を見慣れない服装の女の子が徘徊しているが、追いかけないように、的なものが流れた。クラスの友達が、あれを見ろと言うから見たら、北校舎3階のトイレの窓に、風変わりな女の子が飛び出すかのように出ていた。すぐに引っ込んで、
入れ替わりに先生が窓際に立った。後で聞いたら、先生はトイレまで追いかけて入ったら、女の子が窓から飛び出すように見えたので、慌てて駆け寄ったら見失ったと話してくれた。その後女の子は目撃されなくなり、次の日全校集会が開かれ、校長先生が、おかしなことが起きたがいたずらに騒がないようにと注意を促した。という事態だったよ。ああ、どこでか忘れたが読んだことある。他の幽霊話とは違う感じなので覚えてた。何県の話？福島県郡山市にある、名前に芝のつく小学校の話。部活中突然近くの公衆電話が鳴った。みんなが集まってきて、誰かが電話を取ったが、別に何にも音はしなかった。結局、誰かが部活中に公衆電話にいたずらをしてかけたということで話が収まった。その後、昔この学校で死んだ生徒が電話をかけたという噂話となって広まったが、いたずらをした生徒はどのように電話をかけたんだ。公衆電話ってたまになってるよね。真夜中になってるとビビる。工房の時、幼馴染が妹と一緒に失踪して、警察が出るくらいの騒ぎになったんだが、数日後くらいに、今、妹と一緒に〇〇県のホテルにいる。僕たちは結婚することにした。ってメールが来て、警察が行ってみたら部屋の中で服毒自殺してた。保護者間じゃ今でもタブーになってる話。こんなスレあったんか、わら。高校の時、部活の合宿で学校の宿泊施設に泊まった時の話。部活の練習、食事や風呂も終わって何事もなく就寝。昼間の練習で疲れていた俺はもちろん、同室の友人たちもすぐにぐっすりだった。でも、何時くらいなのかは覚えてないが、夜中に突然の大声で目を覚ました。俺も部屋の友人たちもみんな目を覚ましてたけど、何が起きてるのかわからない。そんな中、起きた友人の一人が、グラウンドに面した窓の方を見て、お前何してんだ、って言うから、当然みんなそっちを見る。そこには、窓の方に足を向ける形で仰向けに寝ている。別の友人の一人がいたんだが、それがどうもおかしい。仰向けのまま、どう見ても眠っているのに、ゆっくりと窓の方へずるずる進んでいってるように見えるんだ。俺は寝ぼけた頭で、こいつ何やってんだ。と思ったけど、多分他の友人たちも同じだったんだろうな。ただなんとなく、ぼーっと窓の方へ寝たまま進む友人をしばらく見てたんだけど、次の瞬間に目が一気に覚めた。目の前で誰も手を触れていないのに、閉まっていた窓が、割れるんじゃないかっていう勢いで、バンって開いたんだ。でも、目は覚めたけどまだ何が起こってるのか。俺も起きている友人たちもさっぱりわからないまま呆然としてた。そんな俺たちの目の前で、相変わらず窓の方へ進んでいく友人は、眠っているまま。その眠ったまま進んでいく友人の足がふわっと持ち上がり、窓の外へ出たところで、俺はようやく気づいた。このままじゃこいつ窓の外に落ちるんじゃないのか。それで慌てて飛び起きて、窓の方へ寝たまま進む友人のところへ駆け寄ったところで、また一つ気づく。眠っている友人が自分で進んでいるのではなく、明らかに何かが友人を引っ張っている感覚がする。しかも、
その引っ張る力が妙に強くて、眠った友人をつかむ俺も一緒にずるずる引っ張られていくんだ。俺は必死で他の友人たちに、なんだかわかんないけど、こいつをなんかが引っ張ってる、助けろよ、みたいなことを叫んだ。他の友人たちも事態を飲み込んで、同室の奴ら総がかりで寝ている友人を引っ張る何かと、綱引きみたいに友人を引っ張り合いした。さすがに寝ている友人を引っ張る何かも、運動部8人の男連中が引っ張る力にはかなわなかったんだろうな。急にふっと寝ている友人を引っ張る感覚が急になくなって、俺たちは部屋の中へ後ろへ、倒れ込むように転がった。それで、おい、今のなんだ?とか口々に話す中で、寝たまま引っ張られていた友人が、そこでようやく目を覚ます。そして一言そいつは言ったよ。お前ら何してんの?みんな一気に脱力したのを覚えてる。その後、何があったのかを寝ていた友人に話したらすごく怖がったし、俺たちだってこんな部屋は怖すぎる。夜中だったけど、顧問や OB の寝ていた部屋に全員で転がり込んで、何があったのかを話した。顧問たちも、俺たち全員の様子を見て、嘘をついているとは思わず信じてくれたんだろう。俺の通ってた学校が仏教系の学校で、体育館に不動明王の像があるんだが、その晩以降はそこで寝ることになって、ひとまずは解決した。でも、その件があった宿泊施設には何も言われはないし、引っ張られた友人も、何も心当たりがない。引っ張られた友人以外の俺たちが聞いた大声も、何なのかわからないし、その大声が何を言っていたのかもわからない。みんな守護霊がどうとか、不動明王が助けてくれたんだとか、いろいろ言ってたな。結局、原因は何一つわからないままだったけど、その後の在学中におかしなことは一つも起こらなかった。今でも当時の仲間と集まると話題になる、俺の唯一のオカルトな体験だ。小学校の2階トイレの鏡に子供の顔が映るので、目撃した3年生の児童たちが、先生や親にお願いをして、その鏡を撤去してもらった。なぜか全校舎トイレの鏡がなくなったけど、子供の小学校で2年前にあった話。来たー。久々の直球、こういうの待ってたんだよ。402と似てるんだが、うちの高校に靴箱で隠されてるでかい鏡があるらしい。で、それに死んだ生徒が映るから隠されたんだが、その鏡を学校に寄付したのは死んだ生徒の親。あまりにも関連ありすぎて困る。ちなみに、霊感の強い母親もそう言ったのに鈍い自分も、何回か廊下で何かとすれ違ったことがある。多分すまそ。小学校の時、自分らの教室のある校舎には、両端に階段があって、友達と別々に階段を降りて、玄関で会おうということになって、用意どんで走って行ったんだけど、いつまで経っても友達は来ない。あんまり遅いので、もう一方の階段の方に行くと、友達が、あれ、あれ、と指を指していた。見ると、階段を降りたところの大きなガラス窓が、外に向かって割れている。何って聞くと、用意どんで階段を降りようとしたら、下から3段目のあたりに、真っ黒な牛ほどの大きさのものが寝ていたという。友達がびっくりして悲鳴を上げたら、
窓を突き破って出て行ったという。友達はまだ興奮していたけど、自分は信じられなくて、事務員の人呼んでガラスの撤収作業を手伝った。事務員さんも、タヌキやイタチじゃねえな、と言っていた。その後、修学旅行で動物園に行った時、友達が、これだ、あの時の、と、指さしていたのは、クロヒョウだった。もっと大きかったそうだが、学校ではないんだけど、私も子供の頃、ばあちゃん家で夜に寝ている時に、獣の息遣いが聞こえて、ふと窓を見たら、夏で網戸、鍵はかけていなかった。黒いすごく大きい蝋のようなものがこっちを睨みつけてたことがあるわ。今でもはっきりと覚えている。小学校に一泊する、臨海学校みたいな行事があったんだけど、自分の二つ上の子たちが、夜肝試しで二人組で回っていた時に、チェックポイントの教室に入ったところ、真ん中の席に、黒い影が机に顔を伏せて座っていたそうだ。懐中電灯を一斉に照らすと、それは、その生徒の足から伸びていたそうです。影にしてはおかしいと思った途端、影なので、足がついたまんまで影が走って教室から出ていったそうです。足の部分がビョーンと伸びていったそうです。それがあったからなのか、自分らの時は学校一泊行事はなくなりました。うちの学校はプールに併設して、古いコンクリートのシャワー棟があった。入り口は一つで、中に入ると左右に男女別の扉があって、その奥は脱衣所みたいなロッカー室。さらにもう一つ奥がシャワー室、敷居がなくてノズルだけがずらっと並んでいる、という構造。男女のロッカー室、シャワー室はちょうど左右対称になっていて、天井のところの20センチぐらいだけ男女で吹き抜けになっていた。その男子シャワー室の中に、夜一番最後まで残っていた水泳部の奴らが深夜まで閉じ込められた。そいつら曰く、いつの間にかシャワー室と脱衣所の間の引き戸が開かなくなっていたらしい。部活動終了の報告は先に帰った部長がやっていたため、しばらく後に当直に電源が落とされて真っ暗になった。運悪くみんなタオル一枚持ち込んでいなかったので、濡れた体を拭くこともできず、シャワーの温水はやがてタンクの備蓄を使い切って水に変わり、晩秋の夜を震えながら過ごしたとか。で、真っ暗になってから数時間後、10時から12時頃の5日に、突然女子シャワー室の方からガラガラと引き戸を開ける音がした。そしてペチペチとタイルの床を人が歩く気配。当然、閉じ込められた男子たちは、大声で助けを求めたわけだが、どういうわけかその足音の人物は、それに全く反応することなく蛇口をひねってシャワーの水を出し始め、真っ暗闇の中で、3分ほどシャワーをバシャバシャと浴び続けたんだとか。さすがに不気味になった3人が、そこにいるのは誰だと、素性を聞いても無視し続けて。最後はキュッと水を止めて、入ってきた時と同じように水音を立てながら引き戸を開け閉めして、その場からいなくなった。それでも、続くロッカー室の扉や、建物自体の扉を開け閉めする音はいつまで経っても聞こえなかった。結局そいつらは深夜の2時頃に、家族の通報から始まっていた捜索で助けられたんだが、女子シャワー室の一軒から救出までの間に2回、もしくは3回、
引き戸を隔てた自分たち、男子、のロッカー室からロッカーの扉を閉めるような金属音が聞こえたという。引き戸は救出時にはちょっと引っかかっただけで、特に問題なく開いたらしい。立て付けが悪かったのでは、とのこと。しかし出入り口の扉はというと、建物、男子ロッカー、女子ロッカーのすべてが閉じて鍵がかけられており、扉の音を立てずに出入りすることはちょっとありえない状態だった。そして、その鍵束は男子ロッカー室内のベンチの上と、職員室の2箇所にしかなかった。この話が出てからというもの、シャワー等は気味悪がられるようになり、それまで唯一女子シャワーを使っていた女子バスケ部はシャワーを浴びずに帰るようになった。しばらく後になって別の場所にシャワー付きの部活棟が出来上がり、古いシャワー棟は取り壊され始めた。今後、メディアセンター、という建物ができるということで、俺たちの卒業時には更地になっていたが、それから10年近く経った今も、なぜかそこには何も立っていない。高校のトイレが異常に臭かった。生徒が当番で掃除するんだけど、するやつなんて一人もいないから何十年も蓄積された。タバコとアンモニア臭の混ざった匂いで、用を足すときは息を止めていた。そんなある日、全く臭くない日があって、友達と不思議がっていたのだが、クラスメイトの一人は、今日はこのトイレ行かない、とわざわざ別棟に行った。普通逆だろと思ったが、彼は霊が見えるので有名だったので、何かあったのだろうと思う。あの世って匂いがないのか、幽霊に消臭効果があるのか、誰か教えてください。雑学すれや質問すれで時々出てくる内容だが、霊臭って、心霊現象関連の匂いってのはある。あと、どうも一般の匂いを上塗りするような形で感じられるようなんで、そういう状況、普段の匂いが霊に上書きされた後、の可能性はあるかも。一回図が工作室に飾ってある作品で、私の入学当初からある、茶色い粘土で作られた手の置物が不気味で、その教室に入るたびに興味を惹かれていた。4年生になってある日の昼休み、3階資料室の前を通りがかったら、扉が少し開いていた。そのまま素通りして、10分後に戻ってきたら、同じ状態で開いたままなのに気づき、興味が湧いたので、隙間からこっそり中を覗いてみた。そしたら薄暗い室内の奥の棚に、図画工作室に置かれているはずの手の置物があった。4年間この学校にいて、あの置物が動かされたのを見たことがなかったので、なぜこんなところにと、得体の知れない恐怖に駆られ、慌ててその場を離れた。その日の下校時に外の窓から図画工作室を確認してみると、その手はいつも通りそこにあった。資料室に戻ってみると、もう扉は閉まっていた。それから約1年後、社会の授業で使った資料を戻すため資料室に入る機会があったけど、手の置物はそこになかった。あの隙間から見た手は、何だったんだろうか。何か曰くありのものだったわけではなく、ただ子供心に怖かったってだけの話です。学校にある模型とか、学校にある標本って、なんかそういう逸話を持ちやすいよね。休日や夜に動いてる、とか、実は生きてる、とか。俺の高校だと職員室等がそういう逸話の舞台になってたなぁ。机
か一昔前は棟一つで、丸ごと学校だったのに、空き室をいっぱい増やしてまで棟を増築してた。やっぱり学生が入れなくなるような何かがあったんだろうか。噂通り表彰室の旗や灰が自分で動いてたとか、それよりもっとすごいこととか。俺の学校での話。昔、屋上から人が飛び降りたらしい。だが本当は屋上からではなく、4階の勉強用具などがある部屋からだ、と、長年この学校にいる先生から聞いたことがある。その証拠にその部屋は常に鍵がかけられ、生徒や新任の先生などは立ち入りができないという。その部屋を何度かドアの上の窓から覗いたことがある。1回目、その部屋には千羽鶴があった。花も近くに飾られていた。2回目、誰かがいた。しゃがみ込んで泣いているっぽかった。友達に話して中を見てもらうと、誰もいないけど、と言われた。廊下には人が多かったのだが、そこから糸が出てくるのを誰も見ていない。あと、たまに教室のドアが勝手に開く。うちの女子校の放送室には何枚かお札が貼られている。少し怖かったけど先生に聞く勇気がなかった。よその学校でもありそうな話だけど。中学の図書室前のトイレ。自殺があったとかで入り口に本棚を置いて塞いであったんだけど、本棚の作りが奥側に板の張ってない、枠組みと打ち板、だけのチャチいものだった。だから本の隙間からトイレの中が見えてて、中にいる誰かと目が合うとか、本の上側からニョロンって指が出てくるとかいう噂があった。あと高校に謎の空間があった。2階の廊下の突き当たりで、1階と3階の同じ位置には特別教室があるから、間違いなく何らかの部屋があるはずなのに。コンクリで入り口を塞がれてた。外から見たら窓がなくてそこだけ壁の色が違ってたから、完全に潰したっぽかった。何があったのか、なんであんな状態だったのか、未だに気になってる。自らの体験。グラウンドから直接行くように汲み取りトイレがあったんだけど、トイレ自体はかなりだだっ広くて、8つくらいある個室の便槽が全部つながってる作りだった。かなり明るいトイレで、天気が悪くてもなんか便器の下の空間がはっきり見える感じだったんだけど、たまに下に人がいた。特に思うところもなく、下にいても用を足していた。でも、あんなのって侵入可能なのか、と今でも疑問に思う。なぜそのまま用を足した？当時は真下にいなけりゃいいか、みたいなノリだった。別段変な噂にもならなかったが、今考えるとおかしかったと思う。怖い話でもないかもしれないけど、謎な話。5年生の時転校した小学校のことなんだけど、なんかいろいろな噂があるらしく、どれも信じがたかったけど、一つ思い出したのがあって。うちの学校、5年生は3クラスまであって、5年生のフロアには教室が4つあって、一つ空き教室だった。で不思議に思ったのが、4つ隣り合わせで教室が並んでるんだけど、向かって左の教室から、1組、2組、で、なぜか1つ部屋飛ばして3組。2組と3組の間が空いてた。その教室特に老朽化が進んでるとか、そんなのなかったけど、ずっと鍵かけられてて、誰も入ったことないんだって。で、
友達に説明されて気づいたんだけど、その教室だけ黒板が右側に貼り付けられてた。他の教室は全部向かって左側。方角的には、わからん。で、その友達が言うには、悪霊を封じ込めるためにそこに黒板があるんだとか。私が転校するちょっと前に、3組の先生が病死したらしいんですが、これは、関係ないかも。逆に考えれば、開かずの教室のみ正常配置とも言えるわな。教室の窓の向きから来る手元の暗さが、児童生徒に与える影響は、従来、言われていたほどでもないって指摘があって、一時期、それにとらわれない設備の配置が流行ったことがあった。でも、従来型の学校の方が圧倒的に多いことから、それに慣れた関係者の使いづらいって意見が続出して、結局は一過性の有効にとどまった。好意的に考えれば、その時期に作られた実験的な校舎かなんかだったのかもな。で、その時にオカルト的なシステムが秘密裏に仕込まれていて、で、それはないわ、わら。小学校ん時に全校長会で校長がいたずらか何かについて話していたんだが、校長もその学校の卒業生で、その頃の話、体育館の上の方に、四角いスピーカー的なものが張り出していて、チャイムや音楽なんかもそこから流れるんだけど、校長がまだ小学生の頃、そこに生の魚が乗っかっていたことがあるらしい。ビチビチと跳ねて、スピーカーから落ちてきたのを、それこそ体育だか町会みたいな時に見たことがあるらしい。結構な高さで、まず普通に届くはずがないし、その時その魚はまだ生きていたらしい。いたずらにしては不思議ないたずらだった。とか校長が喋ってたのを覚えてる。それこそ小学生だから、適当な作り話をして退屈を紛らわせてくれたのかもしれないけど、鳥の仕業だと予想。自分の学校にはよくサギが来てたんだが、中庭の池にいた鯉を運動場に落としてったことがある。小学6年の時にあった話。お昼の放送を流すときは、必ず決まった BGM を流してから放送を始める、というような流れだったんだけど、その日は、ザザー、ザザー、というノイズとともに、何人かが楽しそうに、ふふ、はははは、って話している声が聞こえたんだ。俺はその当時放送委員会の委員長をやっていて、この声の正体は委員が全校放送されているのに気づかず、雑談してるもんだと思い、とっちめてやろうと思って放送室に向かったわけ。で放送室に着いたら、放送室の前で当番の委員が全員ガタガタ震えながらうずくまっていたから、嫌な予感がしながらも、どうしたの?と聞くと、入った瞬間赤いジャージを着た知らない女の子が、ニヤニヤしながらこっちを見てた、と。ゾクッとしながらも、ふと上の方を見上げると、放送室のドアの上によくある、放送中、っていうランプが、ついたり消えたりを、ものすごいスピードでバババッと繰り返していた。その瞬間女の子の委員が、ギャー、と悲鳴を上げ、ヤジ馬も集まったり、もうその場はパニック状態。どうやってその現象が収まったのかまでは覚えてないんだが、しばらく夢に出てくるくらい怖かったのを覚えてる。この現象以来、これから絶対放送委員になるのはやめようと決めた。
高校の時の話。授業中だったんだが、黒板側というか教壇側の入り口が開いていた時、急にクラスの女が、赤い人がいる。と、そちらを見ては縄なし始めたらしい。周りの何人かも、顔を背けたり、急に教室の隅に逃げたとか逃げないとか。結局授業は一回中断されて、なんか見ちゃったっぽい人はそのまま保健室に。具合が悪くなったわけではないが、とりあえず休ませるために、選択授業で、自分は別のクラスだったからわからないけど、なんか悲鳴が聞こえたのは覚えてる。うちの学校では持ち主のわからない落とし物や、卒業時に寄付された制服などが空き教室に集められていて、忘れ物をした時や服が汚れた時などは、置いてあるノートに名前を書けば好きに使ってよかった。その中で恐れられていたのが、特定の女子制服。制服の在庫は基本的に充実していたんだが、M3、S3、F3、U3 の名前のついた制服だけ、正義感を持った有志により、一番奥のハンガーに集められていた。おひれがついているかもしれないが、自分が聞いた話では、M3 という生徒が自殺し、その遺品が一式学校に寄付された。S3 は暴行殺人の被害者。生前に M3 の制服を借りたことがある。F3 も自殺で死んだが、生前に M3 の制服を借りたことがある。U3 は何も起きていないが、生前に M3 の制服を借りたことがある。という感じだった。U3。U3 だけ投げやりだなおい。高校時代の話。毎年春に、全校マラソンがあった。それは体育の単位に影響したので、みんな参加した。体調不良の人は理由を申告し教員の判断で走れないと決定すれば、マラソンの裏方雑用をしても単位はもらえた。そのため、嘘をつく者が増えるので、よほどの理由でない限りマラソンでの参加となった。1年生の時にクラスメイトが医者の診断書を持ってきて、裏方での参加を希望した。しかし体育教師が認めず、マラソンでの参加となった。負けず嫌いの彼女はマラソンを完走した。翌週から彼女は入院し、そのまま亡くなった。学校側は落ち度がなかったと主張。裏でいろいろと動いていたのを一部の生徒は知ってたが口止めしてた。葬儀に参加し、最後のお別れをしに彼女の顔を見たら、目に涙を溜めていた。友達にそのことを伝えたら、友達は見えなかったと。その後、何事もなく私は卒業し、自分の兄弟が同じ高校に入学した。兄弟が、冬制服の幽霊が校内や学校周辺に出るという話を私にしてきた。容姿を聞くと、高一で亡くなった彼女だった。やっぱり彼女は学校に恨みがあったのだと私は思う。長々とすみません。567-3、ここで胸の内を明かすあなたも無念なのでは、当時はもちろん、今に至るまで様々な葛藤があったでしょう。教育委員会が積極的に問題に取り組むようになったのは最近のこと。兄弟から幽霊が現れる話を聞いてから教師の突然死や自殺があった。それは後から赴任してきた教師たちだったから、単なる偶然かもしれないけど、私は彼女の恨みが影響したのではと思う。
もう15年ほど前になる、小学校の頃。3階建ての細長い校舎で、トイレが両端にあるんだけど、結構でかい学校だから、手洗い場も横に5つくらい連結してる。というか、鏡がずらっと横に並んでたのね。そんで2時間目の休みの時、1時間目かも、とにかく短い休み時間に、ガラーッと教室に飛び込んできたやつがいて、でかい靴が出とるー、って言い出しよった。何のことかと思って、男子トイレにみんなで行ったら、確かに鏡にものすごいでかいスニーカーが映ってた。なんて言っていいのか難しいんだけど、鏡5つをまたいで、きちんと揃えたスニーカー履いた両足の足首くらいまで、まるで鏡の前に巨人がいるみたいに。もう大騒ぎになって、みんな興奮してた。スニーカーは当時どこにでもあったようなやつで、マジックテープ式だったのを覚えてる。うちの学校は3階建てで、そのトイレは1階だったから、一人が2階に上がったらどうなっとるのかね。と言い出したもんだから、もう男子全員で2階に上がっていった。もちろん俺も行ったんだけど、トイレは満員で、後ろから背を伸ばしても何も見えんかったけど、どうも鏡にセーターだかジャンパーだか、とにかく上半身が映っているらしく、それを見ようとするやつと、怖くなってきて出ようとするやつで、大変な騒ぎになってしまい、先生に解散させられた。次の休み時間にはもう普通の鏡で、何も映ってなかったけど、3階に上がっていたら何が映っていたのか、今でも気になる。長文失礼。面白い話だ。鏡に映ってるけど実体はないの。みんなで見たなら幻覚でもないし、不思議だね。友達が小学校の卒業式の練習してる時に、体育館の下の小さな鉄格子がついた窓から、赤いコートを着てハイヒールを履いた女の足元が見えたらしく、ぐるぐる体育館の周りを回っていたらしい。学校に近所の基地外病院の通院患者が、病院帰りに刃物持って乱入してきたことがあった。幸い怪我人はなく、すぐに警察が来て取り押さえられたが、一歩間違えたら宅間の池田翔だったよ。変質者が学校に入ってきたことは何回かあった。特に事件にもならず、速やかに追い出された。20年前くらいのことだが、いい加減な時代だった。20年前は放課後に普通に大人が入ってきてたよな。教材のセールスマンとか、怪しいのが声をかけてきたりしてたし、謎の手品グッズを売るおっさんが校門にいたり、朝はカメハメハおじさんという気違いもいた。詳しく、わら。朝の正門を閉める10分前ぐらいに、リュックサックを背負った、当時20代ぐらいの、山下清美の人が来てた。当時、全盛期だったドラゴンボールのカメハメハを打つ真似をして、当番の連中はドドンパなどで応戦した。PTA や先生たちの間でもそんなに問題視されてなかったし、当時はおおらかな時代だったな。10年くらい前に本当に体験した話だけどいい？私は C 県の県立 F 橋高校に通っていたんだけど、春の連休に弓道部で学校合宿した時の話です。仲のいい友達と肝試しをしようって話になって、夜の校舎を歩いていたら、音楽室からピアノの音が、そりゃビビりますよ、へたれますよ。
深夜に音楽室からピアノなんてベタすぎ、なんて、その場にいないから言えるんです。でも本当に怖いのはこれからでした。固まる私たちの前に、ガリガリに痩せて血にまみれた子供が、両手を広げながら走り寄ってきたんです。恥ずかしながら腰を抜かした私の前で、子供の霊は、ぐよー、とか、ビグー、とか叫びながら、ドン、ドン、と跳ねました。もうちびりました。マジに。でもね、本当に怖かったのは、友達が二人とも私を置いて逃げ出したことでした。長くなるから何回かに分けて書く。俺の小学校の屋上には落ちるか落ちないか、ギリギリのところに片方だけの上靴がある。その上靴はきちんと落ちる方向を向いておいてあるんだ。俺の小学校は A 棟 B 棟に分かれていて、その上靴は B 棟から見える。つまり A 棟の屋上にその上靴はあるんだ。B 棟には1、3、5年の教室があって、俺は3年の時にその上靴に気がついた。俺が1年の時からあったのかもしれないけど、不思議なことにその上靴は、1年経ってみても、まだ屋上に同じ方向を向いておいてある。俺の住んでる地域は、台風が毎年2、3回は必ず来る。いくらなんでもそれはおかしい。っていうか、あんまりその上靴のことが全然話題にならないんだよな。友人に聞いてみても、ああ確かにあるね。くらいの反応。そもそも俺の学校は、屋上に登る手段は一切ない。そんなこんなで俺は6年になった。クラスは1組。なってからすぐ気づいたんだけど、ベランダの横にはしごみたいなのがあった。それはなぜか下に降りるためのものではなく、屋上に続いてるみたいだった。途中で途切れていたけど。まあそのことを先生に聞いてみたら、危ないから撤去されたらしい。とのこと。じゃあなんで最初の方はあるんですか?と聞いたら、工事を任された人が事故で亡くなったらしいの。はしごの撤去とは関係なかったみたいだけど。それで学校は、別に最初の方だけあってもそんなに高さはないし、どっちにしろ屋上には上がれないと判断して、結果最初の方だけはしごがある状態になったらしい。俺の学校では、6年生のイベントの一つに、学校お泊まり会がある。自由参加だったけど、学年のほとんどが集まった。まあそのお泊まり会の一つに、100人以上集まれば、肝試し大会をやります。小学6年生の好奇心は計り知れない。みんな多分、それ目当てできたんだと思う。学校の職員たちも、毎年大人数が参加すると踏み、クオリティの高い肝試しを作っているらしい。まあそんなこんなでお泊まり会の日、最初に肝試しの順番くじ引きが行われた。俺たち1組は最後になった。かなりがっかりした。どうせ最初に行った奴らが必死にネタバレしてくるんだろうな。小学6年生ながらも、それぐらいは予想できた。そして夜8時から肝試し大会が始まり、案の定、大きな声でネタバレしてくる他のクラスのアホども。しかも不幸なことに、俺は名字の最初が、いや、1組の先に肝試しを終えた友達が必死に肝試しの内容を俺に話しかけてくる。その時初めて友達いらねって思った。で、次、俺の番。俺の次の人は、ちょうど仲のいい友達だったので、二
二人で行くことに。コースは説明してもよくわからないと思うけど、俺たちが寝る体育館を出発して、B 棟1階に入って、図書室でバッジを見つける。2階に登って理科室に入りカードを取る。3階に登り、5年1組の教室にあるネックレスを取り、4階の音楽室で軍手を見つけ、4階から1階に降りて、体育館に入ってゴール。その時ちゃんと4つのアイテムを持っていると景品がもらえる。なかなか手が込んでいたが、ネタバレのせいでそこまで怖くなかった。図書室の本が浮くとか、理科室で骸骨のお面かぶった誰かが襲いかかるとか、音楽室のピアノが誰もいないのに勝手になるとか、どれも聞いた話ばっかりだ。だけど一つだけ聞いたことのないことが起こった。5年1組の教室に行く最中、廊下の向こうに、上靴片方だけを履いた少年が、じーっと A 棟の方を向いていた。暗くてよくわからんかったけど、確かに上靴片方なくて、A 棟の上の方を向いていた。友人と俺は、聞いたことのない情報が目に入ったことで、多少パニックになった。だけどあれはどう見ても生徒の格好だったし、俺と友人はほっとして。おい、5年1組だぞ、ネックレスあるのは。と、大声でその少年に呼びかけた。反応はなかったので、なんだあいつ。と、友人と不思議がりながら5年1組に入った。そこの教室には黒板に不気味な文字が書かれているってことはすでに知っていた。さっさとネックレスを取り、教室を出た。すると、まだその片っぽ上靴は廊下に立っていた。するとそいつはこっちを向き、こう言った。教室にはなかったでしょ。屋上にあるんだよ、僕のは。当然俺たちは意味がわからず、そいつを今度は無視して4階に上がっていった。まあ音楽室のピアノも警戒していたので、そこまで怖くなく、ちゃっちゃと軍手を取り、元来た道を戻る。3階で、俺たちの後ろの番号の女子2人がいたので、俺たちはそれとなく聞いてみた。なんか上靴片方しか履いてないやついなかった。答えは、いない、だった。何それ、怖い。女子が言う。その時、俺たちはなんとなく理解してしまった。片方上靴がないのも、屋上を見つめていたのも、屋上にあるって言った意味も、わかった。後で噂話で聞いたんだけど、昔俺が通っていた小学校で、いじめがあった。上靴を隠されるとかいうベタなやつ、そのいじめの対象になったやつは、6年の時に自殺。その話は6年だけの秘密とか、学校の意向で決まったらしい。いじめていたやつは、当然何ヶ月か学校を休むことに。そいつは結局上靴を返さなかったらしい。でも片方は見つかった。いじめられた奴が死んだ後。教室にあったんだから簡単だ。当然片方は教室にあると思うよな、先生も。だけどない。答えは屋上に置いた。しかも接着剤とかで固めていたらしい。道理で位置が変わらないわけだ。しかしそれに気づく6年生はいなかった。工事ではしごが撤去、ちょうどその時のことだったらしい。それで最近、昔工事の人が事故死した理由がなんとなくわかった。はしごがなけりゃ場所がわかっても取りに行けないからだろう。多分、
女子校なんだけど、廃部となり使われなくなった柔道場、倉庫として使われてたんだけど、先生たちも気味が悪いと公言するほど陰気な場所だった。ある日その柔道場で騒ぎになって、たくさんの学生が入り口に殺到してた。何かと思って聞いてみると、資材を取りに行った教師が、中で小さい子供を見かけて追いかけたんだが、壁の中に消えたとか。ワイワイと入り口を囲んでみんなが見ていると、柔道部部室につながる奥の扉が、バンッと開いて、サイドバンッと閉じた。見ていた学生は全員パニック。体育教師が来て騒ぎは一旦収拾したが、体育教師が奥の扉を確かめに行って、誰もいないことを確認して入り口を戻る途中、またバンと開いて、バンと閉じて、手のつけられないパニックに、結局道場は取り壊された。卒業するまでも何回か幽霊騒ぎがあったけど、リアルで見たのはそれだけ。集団で見たのか、怖いな。自分の通ってた学校じゃなくて、高校の友人の通ってた隣町の中学校の話。その中学校は川の土手のすぐ隣に作られた学校で、そのあたりは昔から災害や水害で亡くなった人の遺体がよく流れ着くところだった。あまりいい土地ではないけど、土地が安いから、ということで、その場所に中学校を作ったのだが、心霊現象らしきものが頻発していたらしい。自分が聞いた話は、夜中に廊下を走り回る子供の足音を、夏休みに泊まり込みで合宿をしていた野球部の生徒全員が確認。慌てて職員室にいる顧問に知らせに行ったら、よくあることだ。先生も何回も聞いた、と軽くあしらわれた。玄関にある大きな鏡に女の霊が映る。下駄箱の裏、廊下に飾ってある絵画の裏、ロッカーの裏など至るところにお札が貼ってある。友人自身も見たらしい。あまりにも心霊現象が頻発するので、近所の神社の神主を呼んでお祓いしてもらった時に貼られたものらしいが真偽は不明。夕方、音楽室から校庭を見下ろす生首を、部活中の複数の生徒が目撃、塾の帰りに中学校の裏の道を通った生徒が屋上に佇む白い影を目撃。当直の先生が夜中に学校内を走り回る何かの足音を聞いたので、確認したが何もいなかった。普段は幽霊なんか何かの見間違いか、集団ヒステリーだ、と言ってる友人が、あの中学には何かある、と言ってて余計怖かった。集団で見るってのが怖い。自分の学校では全裸の変質者が何かを叫びながら校内を爆走して、教師数人に取り押さえられてた。昔だから警察に引き渡されて終わったけど、今なら全国ニュースものだよね。小6の時、児童祭で、うちのクラスはお化け屋敷をやろうってことになって、友達が人気のない別棟の手洗い場で、効果音として水が滴り落ちる音を録音した。そんで、その時は何も起きなかったんだけど、教室で聞いたら、しばらく、ピチャン、ピチャン、って音が聞こえた後、何もしてないのに突然早送りになり、音声が歪み出し、チャイムの音が聞こえ、さらに女性の声で、私呪われてるのよ、うふふふ、って言ってテープが途切れた。まあパニックにはならなかったけど、みんなやばいやばい言い出して、
当時放送されてたゆうまる王に投稿しよう、とかいう人もいた。そして、担任もさすがにこれはまずいって判断したのか、テープは預かるってことになって、児童祭は無事に行われた。ただ、これは相当インパクトがあったから、卒業文集には大事件として掲載された。結局原因もわからず、テープが担任の手に渡ってその後どうなったのかもわからなかったけど、創立からすでに120年以上経過していたから、変なことの一つや二つ起きても何ら不思議ではないな。高校の友達に聞いた話。そいつの小学校で、4人の生徒が居残りで校庭の草むしりをやらされてたらしい。すると一人の生徒が、地面に長い髪のようなものを見つけ、みんなで引っ張ってみたら、尋常じゃない長さだったらしい。3、4メートルほどとか、で、一人が、これ、引き抜いたらまずいんじゃないの。それを教頭に急いで知らせたら、もういいから早く帰りなさい、と言われ、とりあえず帰ることになり、校門に出る直前に校庭の方を見たら、5人ほど職員や先生が集まってた。その次の日に見てみたら、木の板に囲まれて近づけなくなってた。と言っていて、同窓会の日に、また抜きに行くって言ってる。人目をはばかるものが埋まってたんだろうな。俺が通ってた高校の屋上の貯水タンクのある壁からは、髪の毛が無数に生えてた。改築工事の際に壁壊したら、なぜかボール大の髪の毛の塊が出て、校員びっくりになったそうだ。学校って人がしょっちゅう亡くなってるわけでもないのになぜか昔から怪談が多いですよね。皆さんの学校にもありましたか？